今回紹介するのは、日本人が知らない集団的自衛権という本です。中国は日本の領海でありたい砲台密漁し、虎視眈々と日本の領土を狙っている。今こそ日本の防衛力強化が必要なのに、安倍政権の説明を聞いても、新聞やテレビを見ても、集団的自衛権って一体何なのか。 さっぱりわからない集団的自衛権は本当に必要なの日本は戦争に巻き込まれやすくなってしまうの安全保障のエキスパートである小川和久氏が集団的自衛権のそもそも論を平に解説します集団的自衛権の議論は 他国の戦争に巻き込まれるとか自衛隊員の戦死者が増加するという枝葉の理由だけで賛否を決めては間違える本当と集団的自衛権とはどんなものか安全保障とはどうあるべきかそれに対して現状の日本の安全保障はどうなのかという基本を理解して賛成か反対かを決めるべきです。最初に反対 賛成の結論ありきではいけません。戦争反対アメリカは嫌いというような感情だけで決めてはいけません本書はその点を十分に読者に伝えてくれます以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします